そろそろ眠らなくちゃ。ウィルにお休みを言いに行こうかしら。いえ、きっとまだ忙しくしているから邪魔をしてはダメよね。ちょっと寂しいけど。ゆっくり眠れるようにハーブティーでも入れようかしら。ん？フェリシア、まだ起きてる？ウィル！ええ、起きてますわ。どうぞ。入るよ。遅い時間にごめんね。もう眠るところだったかな。いえ、これからハーブティーを入れようと思っていたところですの。あの、よかったらウィルもどうかしら。ぜひ。けどハーブティーなら私が入れよう。そんな、国務で疲れているでしょ。今日はいつもより早く仕事が終わったから大丈夫。そこに座っていて。ウィル、ありがとうございます。嬉しいわ。さあどうぞ。いい香り。やっぱりウィルが入れてくれるハーブティーが一番美味しいわ。よかった。上手に入れる練習をした甲斐があったよ。うん、いい香りだね。こうしてウィルとハーブティーを飲みながらゆっくりするのはなんだか久々ですわね。そうだね。最近はお互い忙しくてなかなか会えなかったから。何か困ったことは起きてない？ちゃんと休息は取れてる？私よりウィルの方が大変でしょ。そういうウィルはちゃんと休めてますか？私は大丈夫だよ、気にしないで。ですが、あのフェリシア、そんなにじっと見つめられるとさすがの私も照れるんだけど。クマはありませんわね。まあその確認。本当に大丈夫だよ、私は慣れているから。嫌です。え？慣れてるっていうの、なんか嫌です。ウィルがいつも忙しいのは知ってますけど、慣れてるからといって自分を雑に扱わないでください。もっと大切にしてあげてください。ウィルが倒れたら私きっと泣きますからね。フェリシア、ありがとう、心配してくれて。でもこうして君と会えることが私の癒しになっているから。だから大丈夫なんだよ、君のおかげでね。まあ欲を言うなら本当はもっと君との時間を設けたいところではあるけれど。あの私も。ん？それは私も同じです。私もウィルとこうして会えるの嬉しいので、もしウィルの負担にならないのならもっと一緒に過ごしたいなって本音では思ってました。ごめんなさい。あ、なんで。君が謝る必要なんてない。むしろ本音も言わせてあげられなかった私の方が情けなくて、君に謝らないと。ごめんね。あっ！でも嬉しい。
正直私ばかりが寂しく思っているのかなって思っていたから。君も私に会えないのを寂しく思ってくれていたって知れて、ほんと顔がだらしなく緩みそうだよ。可愛いフェリシア大好き。ちょっとウィル、急に抱きしめてこないでください。びっくりするじゃないですか。よし、そういうことならあとは私に任せて。え、任せるって何をですの？細かなことはこれから考える。君はただ待っていてくれればそれでいいから。わかりましたわ。ウィル、一体何をするつもりなのかしら。